わあ、動かすなよ、カイリー。そっちが勝手に驚いたんじゃない。そろそろサボる頃だと思ったんだよね、ソラは。違うって、あの真っ黒いやつが俺を飲み込んで息ができなくなって言って。まだ目が覚めない？夢じゃなくて夢だったのかな。知らない世界でさ、変な場所でさ。はいはい。なあカイリ、カイリが子供の頃にいた町ってどんなところだった？覚えてないよ、前にも言ったでしょ。思い出したかと思って。全然。帰りたくならないか？私はここで幸せだから。そうか。でもね、見てみたいって気がするな。俺も見たいんだよな。この世界以外にも世界があるんだ。死ぬまでには絶対見たい。じゃあ一緒に行こうね。おいおい、俺は仲間外れかよ。しかも真面目にイカダ作ってるのは俺だけだ。おっと。カイリーも一緒にサボってたろ。バレたか。じゃあみんなで仕上げちゃおうね。向こうまで競争。なんだよそれ。よーいと。お前らも来たのか。さーて、やってるか。練習のやり直しだな。風が気持ちいいね。手加減なしやで。いけ。そりゃ。そりゃ。さあさあ、どうだ。
今日調子悪いのかな。まで行ったら帰りの元の世界があるんだよな。それはわからない。でも行ってみないとわからないままだ。イカダでどこまで行けると思う？さあな。ダメだったら別の方法を考えるさ。ねえ、リコは別の世界に行ったら何するの？空みたいに見れば満足？実はそんなに考えてない。ただ、俺たちがどうしてここにいるのか知りたい。他に世界があるのなら、どうして俺たちはここでなくちゃダメだったんだろう。他に世界があるのなら、ここは、そう、大きな世界の小さな欠片みたいなものだから。どうせ欠片だったら、ここではない別の欠片でも構わないわけだよな。わかんねえ。そういうことだ。じっと座っていても何もわからない。自分で動かないと何も変わらない。同じ景色しか見えないんだ。だから動くんだ。リクっていろんなこと考えてるんだね。カイリーのおかげさ。カイリーがこの島に来なかったら俺何も考えていなかったと思う。ありがとうカイリー。なんだか照れるな。ソラ、お前これが欲しかったんだろ。パオプの実。その実を食べさせ合った二人は必ず結ばれる。どんなに離れていてもいつか必ず。試してみたかったんだろ。何
様、朝のご挨拶に。ドナルド、おはよう。パパ、大変さ。カリズも一緒食べるぞ。ミニ王妃。王妃でもダメ。デジも。カップシおやった。おはようございます。あ？って試したことある？大切な人とパオプの実を食べさせ合うと二人がどんなに離れてても必ず結ばれるんやって。はあ、ロマンチックやね。いつか試してみたいわ。今日はティーダたちと探検に来たんだ。ほれ、あの木の根元にある秘密の場所さ。あそこには絶対なんかあるぜ。誰？この世界の扉を見に来た。は？この世界はつながった。あんた何言ってるんだ？闇とつながった世界、間もなく光を失う世界。気味悪いこと言うなよ。誰だか知らないけどな。あ、あんたどっから来たんだ？お前がまだ知らぬ扉の向こう。他の世界から来たんだな。お前には何もわかるまい。お前は何も知らない。俺はこれからいろいろ知るんだよ。準備だってしてるんだからな。何も知らない者が何を見てもそう、何も理解できまい。
った、そりゃ、へった、どうだ。強くなったけど、陸に比べたらまだまだっすね。この前なんか3対1だったのにやられちゃってさ、帰りも陸を頼りにしてるんじゃないかな。かかれー、それ、お、さあ、それ、逃げてばっかりか。俺が勝ったら船長な、お前が勝ったらカエリとパープの実食べる。は？いいだろ、勝った方がカエリとパープの実を食べさせ合うんだ。な、何って。いい？位置について。
どこが？気のせいだよ。ねえ、このままイカダに乗ってさ、二人だけで行っちゃおっか。なんてね。突然どうした？カリの方が変わったんじゃないか。かもね。海の向こうに行くの少し怖かったけど、今ワクワクしてるんだ。どこへ行っても、何を見ても、私必ずここに帰ってこれる。でしょ？任せとけよ。よかった。空は変わらないでね。え？海の向こう、行けるといいね。楽しみだね。何が起きているのでしょう。今は王を信じるしかありません。王様一人で大丈夫かな。王子を必ずや鍵を見つけ王様を突き破りします。二人ともありがとう。ぜひ王様を。大丈夫、あなたこそしっかりね。そうだわ、旅の記録役に彼を連れておいきなさい。ここですよ。どうも、ジミニー・クリケットです。王を助けてあげてね。無事を祈っています。それじゃあ地味に君のいた世界も消えてしまったの。みんな離れ離れになり、私だけがこの城にたどり着いたというわけで。おふえ、わかってるよ。この城の外では僕たちがよその世界から来たことを明かしてはいけない。お互いの近所を守るために。キキキ、そう、秩序を守るために。向こうに着いたらこの服も着替えなくちゃね。
せば敵じゃ取れるぞ。よかったら始めておけ。海の向こう行けるといいね。楽しみだね。嵐、やばい、イカダが。空、ご飯よ。降りてらっしゃい。空、なんだありゃ。陸の船と帰りも来てるのか。帰りは一緒じゃないのか。扉が開いたんだ。リク？扉が開いたんだよ、ソラ。俺たち外の世界へ行けるんだぜ。何言ってるんだよ。それより帰りが。帰りも一緒さ。扉をくぐればもう帰ってこられないかもしれない。父さんや母さんには二度と会えないかもしれない。でも恐れていては何も始まらない。闇を恐れることはないんだ。リク、
そら。